ートライブニュース。本日はビートライブのメンバーがサーカスのオープニングアクトに参加した模様をお届けします。はい、番組でもガンガン紹介しておりましたハッピードリームサーカスのオープニングアクトに毎週のようにビートライブダンススクールのクラスが参加しました。はい、オフィシャルチームそしてダブルダッチのオルトタイプも出演し、お客さんから大きな拍手をいただきました。その一部をご覧いただきましょう。どうぞ。も MC として参加してもらいましたね。はい、サーカスのテントでパフォーマンスしたり MC したり、そういう経験ってなかなかないと思うので、本当に楽しかったです。はい、そして出演した後はみんなでサーカスを鑑賞しました。イエーイ。はい、この日は本当にね、はい、お客さんも満杯で大盛況ですね。本当にね、すごかったです。これ口でね、繋いでるんですよね。そうすごいですよね。ヒヤヒヤしながら見ましたね。すごい、ね、これもね、フラフープ何本あるんやろって。はい、出ました。これはね、迫力満点で、キー吹いた時に会場なんかバッとあったかくなりました、ね、あったかくなりました、本当に、はい、ターボさんのご登場で、はい、これね、足にね、思いっきりつけましたけどね。すごい、これね、このハッピードリームサーカスの目玉ですよね、はい、そうですね、これ落ちたら怖いな。やばい、すごいすごい。あ、吹き込みましたよ。そうなんですよ、はい、連れて行ってもらってすごい可愛い男の子でね、はい、可愛い自分って言うかな。違いますよ。出ました、フラフープです、はい、すごーい、おい、うまい、はい、はい、そして、はい、はい、生まれました。ありがとうございました。ありがとうございますなんとご褒美の、ご褒美の、あら、あ、ご褒美いただいちゃいましたよ。ご褒美いただいちゃいました。いやー、本当に楽しかったですね。そうですね、はい、はい、サーカスといえばエンターテインメントの基本ですから、うん、はい、ダンサーのみんなもパフォーマーとして勉強になったんじゃないでしょうか。はい、ハッピードリームサーカスさんの京都公演は終了しましたが、次の公演地の情報などホームページでチェックしてくださいね。ハッピードリームシンプルス、 OK、 ビートライブ TV 見てください。イエーイ、 See you、 ビートライブ TV。番組へのご意見ご感想はビートライブのホームページからビートライブ TV のページにアクセスして送ってね。